まさか再び出てくるのか、魔人ブートをもう楽しい見極めさせてもらうぞ。この勝負を見定めろというのはこんなのか。いいだろう。ほぼ互角の相手に遠慮してどうする。さっさと決めやがれ。この手数が次の攻撃への布石か。あるぞ。やるぞ。今の攻め方は悪くない。いい作戦だ。健康を祈るぞ。つまらん様子にはやめて、攻めなければ始まらんだろ。敵が遠いと油断するからこうなるんだ。敵が多いから苦しい。それでいい。なんと無様な姿。こっちだ。ほぼ互角の相手に遠慮してどうする。さっさと決めやがれ。この程度のダメージを諦める玉じゃないだろう。誰も後ろから攻めないとは言ってないだ。それでいいんだ。誰も後ろから攻めないとは言っていないだろう。愚かな。何かきっかけが必要だな。隙がなければ作ればいいだけの話だからな。まだこんなものじゃないだろう。違うか。あんな交代のタイミングは悪くないな。隙がなければ作ればいいだけの話だから。戦争に汚えもクソもあると思うか。つまらん様子にはやめて、攻めなければ始まらんだろ。それでいい。誰も後ろから攻めないとは言っていないだろう。つまらん様子にはやめて、攻めなければ始まらんだろ。それ一人倒れた程度で勝った気になるなよ。ここからどう仕切り直すか、様子を見るとするか。この程度の差で余裕ぶるつもりか。甘いな。ほぼ互角の相手に遠慮してどうする。さっさと決めやがれ。悪くないやつ。一撃が重いだけで苦しい。それならどうだ。誰も後ろから攻めないとは言っていないだろう。隙がなければ作ればいいだけの話だからな。悪くないやつだ。それなりにダメージを与えたと言っても決め手には入ったか。真剣に戦っているんだ。相馬が大嫌いでとやかく言うな。少しはまともな戦いになってきたよ。なんだ。悪くないわ。それにしてもこの容赦のない攻め方は悪くない。この程度のダメージで当たるまじゃないだろう。戦いの舞台は地上だけではないという。こんなもんかよ。これしきりに調子に乗り越え、ノンキーの子供があるだろう。一撃がこの戦いにあの場所は狭すぎる。それだけのことだ。悪くないわ。それなりにダメージを与えたと言っても決めてみるか。悪くはないな。雨を挑むとは不届き者め。